はい、おはようございます。今日はですね、もう4月に入ったということで、まあ関東圏もね、桜が満開になったということで、埼玉県のね、桜スポットに行ってこようかなと思います。で、4月に入ったんですけど、まあ土日、今週に限ってですね、気温がだいたい最高気温で12、3度ということでね、一時的に寒い日になってしまいまして、結構ね、今日は寒いですね。まあ早朝ということもあるんですが、結構手足が冷たいです。で、まあ埼玉県の桜のスポットをいろいろ巡ってこうかなってことで、今日はちょっと朝早くから出かけておりますので、北部の方に行って、まずは行田市の忍城前の桜をね、ちょっと見に行こうかなと思います。よいしょ、よいしょ、市場着いた。朝早いけど結構人いるな。さあ、忍城前の桜、ちょっと写真ね、撮影してきました。まあ、なかなか綺麗な絵が撮れたんじゃないでしょうか。まだね、ちょっと編集してないんで、どんな感じになってるかわかんないんですが、まあ動画の中ではね、いい写真が見れてるんじゃないかなと思います。次は熊谷市の方に向かってですね、こちらもね、埼玉県で多分有名なスポットになってるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、熊谷の、桜堤の方に、行ってみたいと思います。さあ、ここをまっすぐ行くと熊谷桜堤らしいんですが、あの目の前がそうですね、結構人いるな。もうめっちゃ桜咲いてるな。これ土手の上はバイクで行っちゃダメなんかな。
さあ熊谷の桜堤、来たんですけれども、まあちょっとねバイクと一緒に写真を撮るのは難しいんですが、まあ普通にね、まあ、土手沿いを歩いて、まあ、散歩がてら、まあ、桜を見るっていう場所としては、いい感じでしたね。いろいろ写真も撮れたんで次のスポットに向かおうと思います。お、砂利か。よっ。おお、次はちょっとね鴻巣方面の方に、戻ってですね、元荒川の、桜並木という場所があるらしいので、ちょっとねそちらの方に行ってみようと思います。ここもなかなか綺麗じゃないですか。ということで今回は埼玉県北部エリアのお花見スポットにツーリングに行ってきました。どの場所も綺麗ですし、スマホやカメラを持って撮影している方、モデルさんやコスプレイヤーの方も撮影に来てたりしたので、いい写真が撮れるスポットとして有名みたいです。ツーリングと写真撮影にはおすすめスポットなので、気になった方はぜひ足を運んでみてください。動画の内容が良かったなと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。また各 SNS とブログもやっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。帰ってきたらエンジン下にオイルにじみがあるなと思って外してみたらオイルが漏れてました。結構ひどいです。アンダーカールにべったりついてるし、明らかにエンジンのパッキンかどっかから漏れてます。ちょっと修理出すしかないかな。